原さんチャンネルです。お疲れ様です。この前ハンドル切るとキーンとか言ってすごい音鳴るあの現象、見てもらってて、で修理上がって今日取りに行ってきました。原因はね、いつだっけな、1ヶ月ぐらい前にパワステポンプ変えてもらったんですよ。故障しちゃって、でリベルトのパワステポンプに交換して、まあ、1号機のウェイポイントらしいんだけど、新しいリベルト品に変えてもらって、で、ベルトもその時に交換してるんですけど、ベルトをね、なんていうの、社外品にしてるんだよね。社外品にしたらしいんですよ。でその社外品がね、なんとね、純正とサイズが違ったとか言ってなんかサイズが違ったんだってさ、長さが違ったって言ったかな。なんか短かったのかな、短かったらしいんだよね。社外品で1号級の社外品、なんていうの、1号級専用の社外品なんだけど、ベルトが短くって、で2人がかりでやっと押し込んだっていう感じではめたらしいんですけど、サイズがやっぱり短いからテンションっていうのもさ、力がガーってかかったからハンドル切るとでキュキュッとなってなったみたいで、今回は新品っていうか、純正品に変えてもらって、で音なんなくなったんですよ。で工賃なんかは無料っていうか、いりませんってことで対応してもらって良かったですよ。しかし、なんかそんなこともあるんだね。だから社外品で対応だって言って品番もちゃんと合ってるとか大丈夫だって言われても結局サイズ合わなかったっていうこともあるんだね。わかんない、なんかなんだろう、社外品自体が中国製とかあとイタリア製ってこともあるけど、まあなんかサイズが違って、でそれで治るんだろうか、他の車は多分それはめてるんだろうね、なんか鳴ってるんじゃないのかね。でね、ブレーキフルードのことも言ってた。今入ってるのはオレンジなんだっけ、標準のが。でやっぱりこう泣きとかあるらしいんだ、やっぱりなんかハンドル切るとキーッとか、よくわかんないけど鳴ることがあって、それの対策としてパワーストールの交換っていうのはやってる、そういうのあるんですよ、ありますねって言ってた。で今回パワーステポンプ変えてもらったんだけど、その時はポン付けでオイルの交換とかなんか必要なかったんで、もうそのままなんですよって言ってた。まあなんか音がするのってなんかね、ちょっと気になるよね。まああのまま使ってたら切れちゃうんじゃないのかね。まあ早めに見てもらってよかったっていうか、冷却水漏れがなければ見てもらうこともなかったかな。でね、今日ね工場に取り行ったらね、朝行ったんですよ。そしたらね、お客さんが何人かいて、ホンダのね、あれシビックかな、 SIR かな、なんかそのオーナーさんたちとも話したんだけど、走行距離がね54万キロとか言ってすごいなと思って、エンジン2回変えて、積み替えて、ミッション4回変えたって言ったかな。すごい笑いながら言ってて、この人、神だなと思った、なんか、ホンダの神だなと思ったよ、本当に。50何万キロ、初めて見る人はね、5万キロぐらいで、まだまだですね、ぐらいのことを言うらしいんだけど、
でもよくよく見ると桁が1個違うっていうね、すごいですねって、まだまだ乗りますみたいな感じだったし、笑いながら行ってたから、いやすごいなと思って。で俺なんかまだ13万キロだから、まだまだ足元にも及ばないっていう、4分の1ぐらいしか走ってない、すごいよね。50万キロ、まあでもエンジンで乗せ替えてるって言ってるから、やっぱりあれかな、まあ世界のホンダとはいえ部品のやっぱり寿命みたいにもあるから、交換するようになっちゃうかもしれないね。じゃあはるかで50万キロ走れるかって言ったら、ものすごく愛情ないと無理だよね。まあ、中古 あのエンジンとかミッションとかに乗せ替えるったってめちゃめちゃ金かかるし、そこら中にあるわけじゃないしね。でね、そのホンダの、そんなホンダの神はね、もうその飛び石の傷もすごかったね。なんか飛び石、やっぱりね、50万キロ走ると飛び石ってすごい、あんな風になっちゃうんだなと思って、もう、なんていうの、ライトのカバーのところとかもうなんかね、すごいザラザラになっちゃって、白くなっちゃって暗くて見えないんですよとかって笑いながら言ってて、なんか一言一言がね、神の領域なんだよねすごい、やっぱ世の中にはすごい車に愛情を注いでる人、すごい買い替えてる人たちも多いんだけど、一つの車は愛情込めて乗ってる人ってまたいるんだね。まあすごかったな。まあ、ちょっと話してね、楽しかったですよ。ほんの短い間だったんで。でね、その工場の人にね、例の147のミッションガラガラ音ね、中古のミッションでも10万キロ走ってるようなやつでもいいから、ミッション変えたいんだって相談して、だから見つけてくれって頼んできた。で中古かリビルとかちょっと探してみますよとかって、あと新品も当たってみますとかって、新品いくらかんだよって言っちゃうとさ、新品でも5万6万で買えるのかね。そんなことないよ。一応ね、だから一応からのミッションの修理、今のね僕の中の計画としては、一応ねミッションミッションさえ直っちゃえばね、もうこっちのテルモンで実践投入可能な感じなんですよ。今はちょっとね、音をしてるし、シフトもなんかちょっと渋くなってきたし、ちょっとそろそろこう乗ってるとまずいかなっていう感じもするんで、それミッションを交換するまではね、ちょっと何もできないかなって感じで、まあ、車の中掃除したりとか、あと時間があれば、ウィンドウレギュレーター、運転手席側のやつを買ってあるんですよ。まあ、それも社外品なんですけど、7000円ぐらいだったかな。まあ、それの交換とか しつつ、ミッションが直るのを待ち、で直った暁にはね、前も動画でちょっとみんなに相談したこともあったけど、色を塗り替えようと思ってね。で、頼もうかと思ってたんだけど、自分でやりたいなっていう、自分でやりたいんですよ。色の塗り替え。黒2台なんですよ。1号機も黒だし、14台も黒じゃん。黒つまんねえなと思って、でせっかくのいた車だしね、ちょっとこう、気分を変えるっていうか、なんか楽しい車の色にしたいなと思ってね、今企んでるところなんですよ。で砂利の駐車場だから、ちょっとね、ほんとやる、あそこでやるとしたら朝早くや
やるか、あとなんか周りにこうビニールのシート貼ってホコリがなるべく入んないようにしてやるかところなんですけど、まあともかくね、ちょっといろいろ塗り替えね、ミッションって色、ミッションが終わったら色で、その後はもう別に特に大きな問題はないんで、もう心置きなく楽しめるかなと思ってます。というわけでね、今日あの見てる通り皆さんちょっとご心配をおかけしたんですけど、無事に帰ってきて、ちょっと今ドライブっていうかね、ちょっと出かけるところなんですけど、すごい快調になりました。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。